はい、どうもこんにちは。さて、今回はちょっとね、夜の砂漠に来てモンスターを倒したりしてね、素材を集めようかなと思います。できればエンダーマン。怖え。エンダーマンいないかな。スライム、ここね、する。またか。意外と爆発しないクリーパー。ついでに経験値も稼いじゃおうっていう企画です。あそこが沼地だからか。エンダーマンはどこかな。こういう平らなところにいると思ったんだけど、いない いないという。砂漠じゃない方が良かったかな。砂欲しい、砂欲しい。思ったより敵の数が少ないな。砂漠なら多いかと思ったんだけどな。雪だ。思ったより敵の数が少ない。エンダーマンいないかな。あ、いた。エンダーマンいた。やばいやばい。スライム、しつこいね。スライム、エンダーパールは手に入んなかったか。入ってないね。クリーパーがやばい。おお、そうなんだよな。クリーパーに化かされたくないんだよな、草原は。そういえば夜の街ってあんまみんなにお見せしたことがないような気がする。でも朝になってきてない？お、兜だけかぶったスケルトン。またクリーパーか。うわ、横にもいた。あぶねえ。うわ、2体は2体はやばいって。1体スケルトンじゃなくて、なんだっけ。うわ、あ、魔女か。よしよし。今日1体しか売ってない。うわ、なんだこの数。あー、朝になってきちゃった。はい、というわけでなんか知らない間に兜だけなくなっていますが、うん、普段アクションゲームとかやってる僕にとっては夜のマイクラはそんなに大したことはないということが分かりました。エンダーマンは1体しか出てきませんということで、まあエンダーマンは動画外で探して倒そうかなと思います。うん、もう夜の戦いはやんないはい、というわけでご視聴ありがとうございました。またねー。バイバイ。